マクアウリは、ウリカキュウリ属のツルセイ一年草私有同種の植物。メロンの一変種で、果実は、食用する。南アジア原産。季語は夏。日本では、西洋メロンの導入以前より、多数の農家で生産されてきた、安価な庶民のメロンである。マクアウリの花メロンの亜種で、糖度は低いが、甘いウリである。大量生産が容易で、 市場では普段使いの安い。平成時代以降は生産技術の向上でネット系メロンが安価になり、代替品の幕は売りを食べる機会は少なくなっている。種としてのメロンは北、アフリカや中近東地方の原産であり、紀元前2000年頃に栽培が始まった。そのうち特に西方に伝わった品種群をメロンと呼び、東方に伝わった品種群を売りと呼ぶ。 幕クワもその一つである。日本における幕クワの栽培史は20世紀初頭に導入されたメロンより、はるかに長く、2世紀頃から、ミノコクは村が、良品の産地であった。幕クワの名前は、名産地の幕は村に由来する。この系統の売りが、日本列島にトライしたのは古く、縄文時代早期の遺跡から種子が発見されている。古くから日本で食用にされ、 古くは、うりといえば、幕は売りを指すものだった。他、味売り、ぼ天てんうり、みやこうり、あまうり、かんろ、てんか、かり、なしうりといった、さまざまな名称で呼ばれる。品種が多く、果実もさまざまな色や型のものがある。代表的なものは、アメリカンフットボールのような形。果皮の色については、品種を参照。ネット系の西洋メロンが、 日本の市場に流通するのは1925年以降、マスクメロンの温室栽培に成功してからである。しかし当初は一般家庭には手の届かない高級品であり、庶民はもっぱら安いマクアウリを食べていた。マクアウリに続いて導入された羽牛メロンやホームランメロン等のノーネットメロンは美しい網目の形成が不要で大量生産を行いやすい。 ため安価に流通する傾向にあり、庶民の家庭では普段使いように重宝されている。膜は売りの破放射状に切って先、割れスプーンなどですくったり、そのままかぶりついたりして食べるが、メロンほどの甘みはない。お盆のお供えとしてよく使われる。家庭菜園や植物の解説ではメロンに準じて扱われる。銀泉膜は様々な品種があり、花火器の色については、 以下の三色系統が存在する。緑色系味売り可比が緑色で甘みが強い。果肉は単緑白色、マスクメロンのような香りがある。落ち売り愛知県が原産。可比は新緑色、緑色の縦縞。甘露天可可比は緑色、新緑色の縦縞。果肉は単緑白色、マスクメロンのような香りがある。 北海関路北海道の改良品種。カ皮は新緑色で甘みが強い。果肉は緑色。味売りとは形状が違う。主な産地、月形町、浦ウ臼ウ町山と伝統野菜。黄金膜は白色系本天下奈良県が原産。カ皮は白色。梨売り石川県が原産。中奥梨売り、加賀梨売りとしても流通。カ皮は白色。 果肉は白色。北海間みより北海道の改良品種。萩沢育種研究所にて開発された。果皮は灰色。新緑の縦縞、果肉は緑色。マスクメロンのような香りがある。黄色ケーキマクは奈良県が原産。昭和11年に育成された。木一号は幕は売りの基準品種である。金果皮は黄色。茶目と呼ばれる。 韓国の幕は売り金幕は売り下費は黄色。果肉は白色。金病天下愛知県が原産。下費は黄色。銀泉下費は黄色。白色の縦島。果肉は白色。銀泉天下下費は黄色。白色の縦島。果肉は白色。谷川売り京都府で生産。下費は赤みを帯びた黄色。新緑のブチがある。南部金天下岩手県南部地方原産。 火皮はカボチャに似た形で大色、緑のスジマダラ。果肉は淡い緑色。ニューメロンプリンスメロンマクアウリの一種と西洋のスペインメロンの一種を交配させた品種。サカ田の種は開発。アボシメロンマクアウリの一種と西洋メロンの交配品種。1921年より栽培、1927年に命名。兵庫県立蘇採取場で改良。 主に、兵庫県姫路市周辺で栽培。メガメロン古来、ペッチング売りとして栽培。1930年に、メガメロンと命名。タイガーメロンマクアウリの一種と、西洋メロンの交配品種。カヒが緑、黄色の縦縞。果肉は白色。株式会社高山シードが開発。金賞メロン、金賞メロンマクアウリの黄色種とスペイン系メロンとの交配品種。 ありがとうございます。